ご視聴ありがとうございますこれよりお届けいたします作品は野村古道作池田大輔鳥物全集第8巻より娘軽和座師この作品集は1955年に刊行されたものですそれでは本文をどうぞ 第一章。覆面黒部族のくせ者がし人、り大岡越前守信女の唐か紙かに手をかけて吐息を飲みました有明の籠あんどんが遠く瞬くと隠し持った伐棟の脇差しに反映して覆面の中の2つの眼が怨恨か憎悪かメラメラと油のように燃えます。 時は享保10年6月十三日夜場所もあろうにおすき屋橋淵南町奉行所宅の奥深く忍び込み古今の名奉行大岡越前の守の寝息を伺おうというのは容易ならぬことですくせ者は思い切った夜坊主で静かにからか紙を開けました。ほう低い 驚きの声が漏れたのもどぼり中は空っぽ重ぎのほか質素な床だけがあんどんの前にしらじらと述べられてあるのでした何やらものの気配を感じてそのまま引き上げようとしたくせ者一歩踏み出すと「くせ者!」静かながら恐ろしく力のこもった声に呼び止められました振り返ると次の間の襖が開いて 敷居際に立ったのは普段着の絵紋も崩さぬ四十前後の立派な武家あたりを払うぶ臨前たる風格は言うまでもなく大岡越前の守忠助ですくせ者は全く面食らいました圧倒を回して飛びかかる気もくじけたものかそのままきびすを返して札幌を替え「大輔、大輔はいるか」。ら。 いつよもないの声はっ声とともに行き手に飛び出したのは二十三子の青年武士尾手を広げてくせ者の前に突っ立ちました越前の神の愛心池田大輔です。と見るやくせ者は床を一つ踏んで二軒ばかりも一気に飛び体と一緒に白人もついてきたのです。へい 神初にかわしたくせ者の後ろからむずとくみつきました。それをするりとぬけて、追いすがる大輔の手の先、三寸のところで、くせ者の姿はかき消すように消えうせたのです。目の前のからかみには、牛がぬけるほどの大穴。くせ者はとっさの間に、からかみを突きぬけて、き武しに一生を得たのでしょう。くせ者でござるぞ、穴を持たれとぼった。 と坊ずる部屋部屋の声殿いの衆がみんな起き出したのです。もうよい大助。はやりきった池田大助は思わず踏みとどまって主君大岡越前守の前に征伏しました。あの不敵さあの大術。近頃御府内を騒がしている不敵なくせ者疾とやらゆう盗賊であろう。憎いやつじゃが。はっ 大助まだあの「颯」を縛る工夫がつかぬかもっとも南北百二十機のよりきもことごとく持て余している颯だ大助の手に負えないのも無理はないだが大助颯はこの越前の神の首は取りかねたが南町奉行所役宅にくせ者が忍び込んだと言われてはこの越前一人の不縁僕ではなく天下正道の示しがつかぬことになろう。 池田大輔はことごとく恐れぎりました。八丁堀より木の手におへそもないから、その方の手で早手もあげるよぼに、と主君越前の神の命令があったのはもう一月も前ですが、残念ながらまだ早ての素性も分かってはいなかったのです。恐れながら申し上げます。青侍の一人があたふたとかけてきました。 何事じゃ戦国のくせ者立ちの木庭にお玄関のお道具を持ち去りましたなんと申す大岡越前の神もさすがに眼色を変えました奉行所に押し込みが入る際あるに大岡家の表道具萌えしゃの三角座屋をかけた黒塗り長江の槍を持っていかれたとあってはあまりにも重大な大失態です 第二章「それ!」と時を移さず八方に人歩飛ばしましたが三間塚の槍を盗んだくせ者は巧みにそれを使って包囲を免れ塀を越え屋根に飛び上がり真に真白のごとく六月十三夜の明月の下をいずこともなく姿を隠してしまったのでした絶望をしきった池田大輔が お長屋へ帰ったのは、もう明け方近い自分。お帰り遊ばしません。玄関に迎えてくれたのは、まだ寝もやらずに待っていたお見野の、およそ眠りも疲れも犯すことのできない、生き生きとした黒い瞳でした。まだ起きていたのか。大助はそれをいたわるように見やりました。かつては南蛮手品の娘大部で、天女と名乗った 人気者、仲間の毒刑に陥ってすでに命も危ういところを大助に救い出されそれから幾年の間あらゆる女性の賢さと最新の注意とで独り者の池田大助に仕えている娘だったのです悪者が奥を騒がせましたそうでおみのは池田の身の回りをせばしながら。 何気なく尋ねました。殿の身の上に間違いはなかったが、逃げ際に玄関からお道具を持ち去ったよ。まあ、近頃ご府内を騒がす早手とやらの仕業であろう。それにしても、あの大術は非凡であったよ。一気に兵を飛び越したばかりでなく、俺と立ち会い中、お廊下を二軒は楽に飛んだ。あれは用意の技ではない。まあ おみどは座布団を進めお茶をくみながら池田の話を熱心に聞いております。殿のご神通は一方でない盗賊が役託を犯したばかりか武士の表道具を持ち去るのは捨て置きがたいんとかして早急に縛ってまいれ万一取り逃がしては越前一人が世の物笑いになるばかりではないひいては天下制度後の課金ともなろうと。 ことを分けてのを頼みだ安全として膝に手を置いた池田大二十三歳の若さ目の涼しさ唇の赤さ頬の白さそして鼻の高さ誠に殺草たる男前ですそれと対して畳に手をついたまま少し上目に利きいるおみのかつては江戸中部の人気を沸かした軽業の太夫で 舞台を退いて3年になりますが、武家風の手堅さもその美しさを傷つくるに至らず今年十八の女盛りは目の前にこうパッと咲いたような美しさでした。くせ者の素性はお分かりでございましょうか旦那様。少しも分からぬが一通り忍術の心得があるように思うが甲賀の伊賀者には見識があった。 野党や押し込みの真似をするはずもないそれに残していった脇差しは全く町人の差し漁で忍者者の腰のものとはにもつかぬ道具だだがあの「体術」は全く非凡であったよお前に尋ねたらわかるであろうが軽業の修行には「河津飛」「棒乗り」などというのがあるそうだなはいそれは確かにございます この私に斬りかけた時の飛びを長屋を使って塀を起こした時の様子など軽業の体術ではあるまいか旦那様そのてと申すくせ者はいくつぐらいの年格好で背の高さは声はどのようでございましたおみのは少ししりました。それが少しもわからんのだよ。 を取ったような、若いような性の高いような低いような池田大輔もこういうよりほかはなかったのです。